もっと薄く、この辺。この辺。うん。ちょっと低いかな。でもこの辺。よし、この辺でちょっと行ってみよう。だいぶいいんちゃうかな。もうちょっと薄くてもいいんかな。ほぼ出来上がってんすけどね。もうちょい薄くてもいいかな。いいと言えばいいけど、このぐらいの店欲しいな。どうやろ。どうかな。でもちょっとは良くなったよ、本当に。あともうちょっと薄くしてもいいかなと思うな。まだバリバリ言うんかな、だからスタートしたキャブのそのポテンシャルによるよね。やっぱキャブの精度みたいなのもあるかもしれんな。30年間もあれしてると。でもまあアイドリングとか指導性とかも言えば、総合得点で言えば結構いい完成度になってるんですよね、ナゾロスも。これはほんまに、なんていうかな、あの普通に走れますよ車としては販売できるレベルにはもう来てるとは思いますね。安定性であったりとか、全然大丈夫。パワーもあるし、ある意味88よりも荒々しい感じはあるな。あとほんのちょい冷たいけどね。カウルつける前にあれやな、走ればよかったな。あとやってみたいので言えば、この状態でもう一回今度スポンジ取るとか、ちょっと緩めるとかじゃなくて、一気にもう今度スポンジ取ってもうたらどうなるんかとか気になりますね。さあ調整後どうなるか。上がんのかなエンジン。上がってくる。そんな上がらんようになったね。あ、止まるんちゃう？お、いい感じやん。直った。プスンってこれ止まるな。やったー。オッケー。治りました、ナゾロス。250です。もう取りました。で、現在ですね、今こんな感じでバラしています。